はい、皆さんこんにちは。今日はビッグニュースです。その AI が前宣伝をしていましたサウンドトゥソングという機能が6月12日から搭載されました。まだバージョンは 3.5 のままなんですけれども、画期的な機能がついたので皆さんにお知らせをしたいと思います。この機能というのは、いろんなサウンド、例えばドラムのツッツッタッタツッツッタッタ、こういうようなリズムでもいいし、以前に作ったような完成曲、そういうものでもいいわけですけれども、60秒以内の長さでその AI にアップロードができる、そんな機能です。じゃあ、その AI の機能を説明する前に、音源というのを準備しないといけないですから、その音源どんなのを使うかちょっと聞いていただきましょう。今画面に僕の YouTube チャンネルが出ています。上の方の右、こちらの方に先日からまずまず伸びています日本男子バレーの応援ソング、それが約6日で3000アクセスほどになっています。この音楽の一部分を使いましょう。じゃあ、この音楽がだいたいどんなものかだけちょっと聞いていただきましょう。前の方、真ん中の方、エンディング、そんな感じで聞いていただきます。じゃあ起動します。はい、エンディングの方です。はい、こんなような音楽です。この音楽全体の中から一部分だけ切り出しました。約30秒ぐらいです。これはちょっとフルで聞いていただきます。はい、このホルダーのところにバレエ長いというのがあります。これ1分ほどです。1分ほどでちょうど1番が終わったかっこいい感じのものにしています。でも、そのかっこいいので作っちゃあまり意味がありませんので、この下にバレエ短いというのを作っています。これ30秒ですので、皆さんぜひ面倒でも先頭から最後まで聞いてみてください。信じてついてく、その瞬間に全てをかけて君は戦う。勝利のエース、君の名を叫ぶ。その力で勝ち取る未来。こんな感じで、ちょっと後ろは尻切れトンボみたいになった、この音源をその AI に読み込んでみましょう。はい、こちらの方がその AI です。ちょっとニュースを読んでみましょう。新着情報、これを見ていただくとこのようになっています。オーディオ入力、あらゆるサウンドから曲を作ることができるオーディオ入力の機能をリリースできることを嬉しく思います。プロおよびプライムのすべてのユーザーは自分のオーディオをアップロードまたは録音して、夢に描いたあらゆる楽曲を作ることができます。いわゆるそれをモチーフにしてよく似たバリエーションの曲を作ろうという話です。使用方法を言います。1、ライブラリーまたは作成ページに移動し、
オーディオのアップロードというのをクリックしましょうと。そして2番目です。オーディオを録音するか、オーディオビデオクリップをアップロードできる、いわゆる録音機能もあるということですが、今回はアップロードをします。クリップの長さは6秒から60秒にする必要があります。3番目、アップロードしたら、アップロードしたクリップから拡張、エクステンドですね、を選択します。拡張するタイムスタンプを選択し、ジャンルを指定し、必要に応じて独自の歌詞を含めます。そういうことですので、歌詞を書いてちょっとやってみましょう。それでは一番上に書き色のボタンがあります。オーディオアップロードというのです。これでアップロードをします。オーディオを録音するか、私のデバイス。これがアップロードです。私のデバイスを押します。そうしたら、ファイルエクスプローラーが出てきます。はい。このスノバンドというところに入れています。ここの中のバレーというホルダーの中に、先ほどのバレー短いというのと長いというのがあります。申し上げたように、この短いという、これでやってみようということです。じゃあこれを開きます。はい。開きましたら、こんなようにファイルが選ばれましたというような画面になります。そしてこれでアップロードワンファイルということにします。これワンファイルだけじゃなくって、いくつかのファイルを同時に設定することもできます。ここでアップロードワンファイルというボタンを押します。はい、処理をしていまして、そして著作権に問題ないかのチェックというのもしているようです。こんな画面になりました。そこで、この続く、もしくは英語モードでやっている方はエクステンド。これを選ぶとですね、ここにバレー短い、こういうのが現れました。そしてアップロードというふうに書いています。ここで、この右側にあるエクステンド。ここからスタートをします。やってみましょう。そうしましたら、今までの続きを作るというのと同じでして、画面の左の方に、このようにバレー短い、アップロード済みというのがセッティングされるようになっています。時間は47秒の音楽でした。ここから、今回の新機能のサウンドトゥーソングという機能で音楽を作ろう。ということです。ここに歌詞を入れます。歌詞準備していますので、はい、歌詞を見ていただきましょう。だいたい2番ぐらいで真ん中にインターギターソロという間奏があります。こんな感じの指定をしたものをコピペしようと思っています。はい、ここでコピーします。コントロール C もしくは Mac の方はコマンド C ですね。そしてこちらの方に来まして貼り付けをします。はい、ここに歌詞がセッティングされました。そうしまして、音楽のスタイルを J-POP とだけしておきましょう。そしてタイトルを入れます。バレエ再作曲というようなわかりやすい名前にしておきましょう。これで画面一番下の伸ばすとこう出てますが、これ日本語だからおかしくなっていますが、いわゆる拡張するということですね。ちょっと英語モードででも見ていただいておきましょう。エクステンド。これでやりたいと思います。ボタンを押します。さあ、楽しみですね。今の曲に雰囲気が似たものができるか。これが重要です。生成時間も今までのものとほぼ変わりありません。その辺のアルゴリズムは今までのものと同じなんだと思います。でもね、皆さん、これでまだバージョン4になったらですね、どんな機能がついてくるのか、とっても楽しみですよね。途中ですが、皆さんにもずっとアナウンスしてますように、AI Music Creators Japan というクリエイターさんみんなでですね、グループを作って毎日毎日新しい動画を発信しています。その中ででもですね、今日は音楽コンテンツばかりじゃ YouTube の伸ばすの難しいよ、ということを言いましたらですね、AI Music Me さんという方がですね、早速解説動画的なやつを私なりに頑張って作りました。
というようなものを送ってきてくれました。それもアップしています。解説動画に慣れてない人が頑張って作った、その解説で出来上がった熊野プーさん。これの曲を後ろにつけてありますので、ぜひそのチャレンジも見てあげてください。じゃあ話は元に戻って、今できた曲を聴いてみましょう。ワクワクのウキウキです。1曲目から。困難に立ち向かう勇気、君の心に宿る逆境を跳ね返す力、みんなに勇気を与える。その笑顔がチームを支え、一つの目標に向かう全力で戦う姿に、誰もが希望を見る。頂点を目指して進む君の決意を胸に、勝利の瞬間を信じて共に戦う。はい、どうでしたか？ちょっとメロディーの雰囲気が変わった部分がありーの。そして歌詞がですね、2番の歌詞の前半部分を飛ばしました。そして1番の途中ぐらいにも短いのが入って、そして真ん中のギターソロは圧巻のギターソロでしたね。いい感じでした。そしてちょっと不思議なのが、なんかブレイクのようにクチュ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 クと言ってですね、そこからまた再スタートするという面白い構成になっていました。じゃあ2曲目聞いてみましょう。鬼のレース夢を描いて、その手で掴む輝く世界、困難に立ち向かう勇気、君の心に宿る逆境を跳ね返す力、みんなに勇気を与える。その笑顔がチームを支え、一つの目標に向かう全力で戦う姿に、誰もが希望を見る。頂点を目指して進む君の決意を胸に、勝利の瞬間を信じて共に戦う。君の名を叫ぶ、その力で勝ち取る未来。勝利のエース、君の名を叫ぶ、その力で勝ち取る未来。
はい、収まりも悪くなかったですけれども、でもこいつ勝手なやつやなぁと僕は思いました。途中で飛ばしたりですね、まあいいように言えばすごく工夫をしてオリジナル性を出して作ってくれました、はいありがとうみたいな感じなんですけれども、ちょっとですね、言うことを聞かないというか、言う通りにしてくれないというか、まあその辺のところも多分バージョン4が出てきたりするまでにですね、いろいろフレッシュアップしてですね、また修正などをしていってくれるんだと思います。でも今回一番の目的のアップロードした曲を参考にして曲を作るということは、思いの通りにとってもいい結果になったと思います。これからのスノ AI が楽しみです。これからもスノ AI で楽しい音楽を作っていきましょう。それではまたねー。